その田競馬場の誘導馬、マコーリー誘導馬とは、競馬場において、競馬の競争が行われる際に、パドックや馬場において競争馬を先導する馬のことを言う。日本においては、パドックから本馬場まで出走馬を先導する役割が与えられ、誘導馬は多くの場合、隊列の先頭と最後尾を歩く。通常先導役は一頭であるが、 中央競馬の GI 競争においては3頭の誘導馬が先導を担う。また、国際競争で外国馬が出走する場合には、先導役とは別に、出走する競争馬の超強国の国旗を携えた誘導馬も合わせて入場する。競争馬以外にも、イベントとして馬場で行われるパレードや楽隊などの先導や、レース開始前に観客を入場ゲートで出迎える。 クリーディング役を務めることもある。また、日常的に、馬場管理のために巡回する職員が乗用し、っぱなし馬などのアクシデントが発生した場合は、当該の馬をなだめて落ち着かせる役も担う場合があるなど、その任務は単なる先導役にとどまらず、非常に幅広いものがある。担当馬にはかつて競争馬だった馬のうち、性格的に音和で毛色が足毛、黒影、 おばなくりげなど見栄えのするものが選ばれることが多い。また、重症競争の優勝馬、入着馬など優秀な成績を残しながらも種ボバにならなかった馬を、その知名度も勘案して選ぶこともある。他方、地方競馬の競馬場では競争馬経験のない馬が、誘導馬を務めるケースや、元競争馬ではなく、当初から誘導馬として導入された、クォーターホース種などが用いられている場合もある。 誘導馬に起乗するのは、競馬場の職員や乗馬クラブの所属者で、また、川崎や浦和のようにトレーニングセンターが別にあり、普段馬がいない、競馬場では、開催日の必要に応じて、周辺地域の乗馬クラブから人馬をまとめて用立てる、ケースもある。川崎競馬場では誘導馬に着物を着せるなどの、装飾を施している。近年の中央競馬では、GI レース時に、 ゲストとして招かれた芸能人が騎乗することもある。2007年以降、地方競馬では、経営状況の悪化に伴い、誘導馬の起用をやめたり出番を減らしたりする、競馬場も出てきている。隊列の先導よりも、出走馬の精神を落ち着かせたり、アクシデントに備える目的で存在する。ことに、アメリカでは、本馬場入場時に、リードポニーと呼ばれる馬たちが、 出走馬の所有者が希望した馬すべてに同行し、個別にその脇に着くことによって、馬の興奮を和らげる役目を担っている。また、パナシウマなどの際に、その捕獲に当たったり、大レースの後に勝利機種に行われる馬上インタビューに、借り出されたりと、飾りの印象が強い日本の誘導馬に比べて、その任務は非常に多岐にわたっている。競馬評論家の須田孝カは、 大学時代に JRA のババ保守員のアルバイトをしていた経験を踏まえ日本競馬へのリードポニーの導入を主張し続けている。この一覧では2021年現在現役である誘導馬のうち主に競争馬時代に重賞レースでの上位入選経験や特筆すべき経歴を持つ者を示す。ありがとうございます。